サンマの歌のサンマは、サンマを食べるとしみじみしませんか？しますよね、なぜか。サンマに限ってしみじみする。イワシやアジだとしみじみしない。サンマを食べるとしみじみするからこそ、佐藤春夫はサンマの歌を書いた。哀れ秋風よという心境になった。男ありて今日の夕げに一人サンマを食らいて思いにふけるということになった。イワシやアジではそういう心境にはならない。不思議だと思いませんか？サンマとイワシとアジを比べてみましょう。つくづく眺めてみてもそんなに違いがあるとは思えない。頭があって胴体があって尻尾に至る。どこをどう取っても3匹とも同じ形をしている。それなのにサンマに限ってなぜしみじみするのか。その理由を秋の夕暮れサンマを食べながらつくづく考えてみた。そうしてついに答えを得た。そうか、そうだったのか、とはたと膝を打った。そのわけはサンマの長身にあった。サンマはイワシやアジに比べて胴が長い。サンマの平均身長は25センチ、イワシやアジは平均20センチ、つまり5センチイワシやアジより背が高い。5センチ背が高いじゃなかった長身ということは、魚の場合は胴体の部分が長いということになる。5センチ胴が長いとどうなるか。5センチ分イワシやアジより食べるのに時間がかかる。5センチ分この魚と付き合っている時間が長くなる。5センチ分長く付き合っているとどうなるか。そこに人情が生まれる。人間もそうだが、その人と長く付き合っていると人情が生まれてくるのは誰もが経験することである。人情とは何か。愛である、慈しみである、情けである。つまり人間とサンマが情愛の関係で結ばれたことになる。こうなればもう詩人佐藤春夫の独壇場となる。サンマ長身説を実証するために僕は実際にサンマの胴体のところを5センチほど切り取って外し、頭と尻尾を再びくっつけ、イワシやアジと同じ身長にして食べてみることにした。ずいぶん不格好になりました。それを食べてみると果たして人情は生まれませんでした。何しろ胴体が短くなったから食べている時間はいつもより短い。人情に浸っている間がない。イワシやアジに人情が生まれない理由はこれだなと思い当たった。佐藤春夫がサンマの歌を書いた背景には複雑な人間関係があった。谷崎潤一郎、その妻千代、佐藤春夫、佐藤春夫の妻という4人の男女の背徳の関係の中からこの歌は生まれた。谷崎潤一郎も辛い思いをした。妻千代も様々な辛い思いをしたであろう。自分の妻も辛い思いをしたであろうし、当然自分も苦しい思いをした。その思いを春夫はサンマに託したのである。逆に言えばサンマは春夫に思いを託されたのだ。サンマは魚ではあるが、詩人に人生の重大事を託されるほどの大物だったのだ。だからこそ春夫はサンマにすがったのだ。サンマは春夫にすがられたのだ。サンマに腹渡があったことも幸いした。もちろんイワシやアジにも腹渡はあるが、サンマの腹渡は特別の存在として世間に認められている。春夫は腹渡にまですがった。愛薄き父を持ちし女の子は小さき橋を操り悩みつつ、父ならぬ男にサンマの腹をくれむというにあらずや。このサンマの歌の評価の中で誰もが見落としている点が一つある。それはサンマの料理法についてである。この歌の中で
春男はサンマをどうやって食べたかについては明記していない。みんな勝手に焼いて食ったんだよなと思っている。七輪に網を乗せて内輪で仰いだんだよなとまで言う人もいる。ただわずかに蘇が上に青きみかんの巣を滴らせての部分から焼いたと思っているだけなのだ。またこの歌には煙は出てこないのだが、みんな煙の風景を思い描いている。哀れ秋風よとか言いながら内輪で仰いでいるわけだから、当然煙が立ち上ってるんだよねなんて思っている。だがもしですよ、春男がこの時サンマを煮つけにして食べていたとしたらどうなります？いや、ありえないことではない。誰もこの部分を交渉した人がいないだけであって、七輪は認めるとして、その上に鍋を乗せてサンマを煮ていたかもしれないのだ。鍋の中でサンマが醤油と砂糖の汁の中でぐつぐつ煮えている。鍋の中から立ち上る美味しそうな匂い、ま、冗談ですけどね。